イエローです。ピンクです。突然、この二人がどうしたのかと思われたかもしれませんが、実は私たちですね、お笑い芸人もやっていまして、世界事情というコンビなんですね。そうイエローとピンクは。そうだったんだ、見えない、ね、見えない。所長ありがとうございます。ね、実はそういうことだったんですよ。それで、今回ちょっとお時間をいただきましたのは、この世界事情というコンビが監督ライブをやるんです。日が9月23日、火曜日、祝日ですね。秋分の日なんですけども、タイトルはそもそも秋分の日というタイトルで単独ライブやらせていただきます。2014年、ね、2014年、場所はですね、千川ビーチ部という、東京池袋から、有楽町線、北斗新線で駅2つの通りある千川という駅が最寄り駅にある、千川ビーチ部という劇場でやっております。詳細はこちらに。はい、そうですか。はい、出発が意地悪して変なこと書くかもしれないですけど。そうですね、はい、むしろ逆に顔の部分に出てるから。ここに出てる。そういうのです、はい、いいですか。なので、そういうことですね。もし、興味のある方はですね、はい、来ていただきたいなと思います。我々ツイッターを、その世界事情としてやってますので、検索して出てくるのかな。出てきます、ツイッターで、世界事情で多分出てくるんでしょう。はい、興味ある方はそちらで、ダイレクトメッセージをください。ありがとうございます。予約をしてください。予約してください。はい、予約しても当日しても値段は変わりませんけどね。飲み切れてる。長いね。はい、というわけで、ぜひいらしてください。